朗報、吉田正尚さん、2打席目にして、2本目のシングルヒットでマルチ安打達成。打率2割8分6厘、OPS 764。お、やはり A 置きの系譜だったか。マジやんけ。タンダマンにそんな筋肉いらないよね。やるやん。鈴木誠也は打率2割6分4厘、OPS 813。差はどんどん縮まってる。なお守備と足。誠也の守備も大概だから。サイクル期待してるぜ。これは夏男。やっぱ打つ方はそこそこ通用するんやね。上げてきすぎだろ。まあシーズン終わって OPS 0.8 以上ならギリ面目は保てるかな。内野安打のない一郎やん。短所、契約。1打席目は内野安打。打率全然違うのに OPS 一郎とそんな変わらん。守備走塁さえまともにできれば不動のレギュラーだったろ。ズボンの位置上げてきたな。マイナー上がり2年目とかの安給料なら DH だとしても悪くないけど、ありえない高級だからこそ無理して使ってもらってるからな。まあ秋山よりはようやっとる。もともと鈴木の成績見て吉田の年俸決まったようなもんやし、打撃で鈴木上回ったら合格やろ。守備なんてきちんとスカウティングしてればわかったやろ。白い鋼だってきたな。首にしたくてもできない、売りたくても入れない程度の大型契約によって自身を守るスタイルは、諸刃の剣やけど結構効果あり。使いにくそう。これで300万円ならほんまお買い得やったがね。日本時代の9505 OPS 考えたら、ようやっとると安易に言っていいものなのかどうなのか。一郎も OPS 940くらいあったけどメジャーでは通算760、劣化前で810くらい、一郎もようやってないことになる。吉田も鈴木も波が激しすぎる、大谷さんを見習って、鈴木も吉田も普通の日本人の限界点って感じがするよな。キャリアピークで打率2割7分20本ぐらいな感じ。そんだけやれや十分よ。打撃全振りなら OPS8 はいかないとな。DH 戦じゃそれでも邪魔扱いされかねないし。週間 MVP いけるか？